えー、皆さん、こんにちは、えー。埼玉県環境部、えー、温暖化対策課の小林と申します。えー、それでは、えー、地方自治体における適用に関する取り組み事例ということで、えー、埼玉県、本県のですね取り組みの内容について、これからご紹介させていただきたいと思いまますすよろししくおお願いいそれでではは本日はこの項目に沿ったた形でお話しさせていただきます。 まずは埼玉県、の概要からお話しさせていただきます埼玉県ご存知の方も多いかなと思うんですが、東京都の北に位置しておりまして、1都6県に接する、いわゆる海なし県となっております。県の西部にはです、ね、秩父地方というか、産地が広がってたりしまして、県の東部は平野が広がっているといったような地形をしております。 埼玉県の気象の特徴としましては、えー、実は年間改正日数が全国,に全国1位だったりします。また、記憶に新しいところですと、平成19年に県の北部の熊谷市の方でで、ね、40.9度という当時、あの史上最高の気温を観測しました。これ、史上2位になってしまっているわけですが、まあ、そういった特徴があります。 でえー、埼玉県の自然災害なんですが、えー、これは少ないです、えー、例としまして、ここに、えー、土砂災害の発生件数のグラフを、えー、掲載してありますが、えー、平成19年から26年の土砂災害発生件数は21件で全国最小となっております。でまあそういった 自然災害少ないんですが、近年ではですね。竜巻被害が起こったり、大雪被害があったり、また豪雨に見舞われたりとかですね。まあ、そういった災害もちょくちょく発生したりしています。え、まあ、あのま総じてですね自然災害が少なくて晴れが多くって、まあ穏やかな環境にある土地柄かなというところがまあ特徴かなと言えます。 でそんな、えー、埼玉県においても、えー、温暖化の影響というのが少しずつ現れ始めてきております。えっと、まずこちらのデータなんですが熊谷地方気象台の年、ね、平均気温の推移のグラフです。えっと、こちらの青い部分がです、ねえー、気象台が観測を始めた1897年から、えー、現在までの上昇率を示しておりまして えー、100年換算で度という上昇率を示しております、えー、これに対して赤い方なんですが、えー、1980年以降、ここ、えーまあ、40年弱のです、ね、上昇率を見ていきますと、えー、100年換算で5度という高い上昇率を示しておりまして、えー、近年はです、ねえー気温えー、平均気温が、えー、上昇率が高くなっていることが分かるかなと思います。 続きまして熱中症の搬送者数死亡者数の、えー、推移に関するグラフです、えー、このあ、えー、青い棒グラフの方ですね搬送者数を示していますが、えー、2010年以降、えー、3000人前後で、えー、推移しておりますまあ、えー、搬送者数も多くなってきているという状況にありますまた、えー、猛暑による農作物への影響も出ております 2010年と2012年には県の代表的な米の品種、齊の輝きというものがあるんですがこちらで高温障害が発生しておりますで大きな被害になり、えー、報道されましたで最後4つ目なんですけれども温暖化の影響とまあ考えられる現象としまして時間雨量50ミリメートル以上の観測回数を表すグラフです 直近10年の観測回数というのはそれ以前の10年後とまあ20年間に比べてですね1.6倍に増えておりますこのように埼玉県においても少しずつ温暖化の影響が現れ始めてきておりますそれでは本県において 適用策はどのように位置づけていろいろ施策を実施しているかというところについてお話ししたいと思いますまずですね、埼玉県が適用策を検討しようと思ったきっかけのまず最初がですね、2008年5月に環境省のプロジェクト S4 の方で表したレポートの方ですね。こちらによって 温暖化の影響が埼玉県にとっても身近な問題であるということに、えー、が認識されました。で、えー、当時の環境部長がまあ、これに、えー、非常に影響を受けまして、県の研究機関である環境科学国際センターの方でですね、えー、まあえー、レポートをままとめさせて埼玉県の状況ということで、えー、まとめていただいて。 えー、これによってです、ね、より対策を推進しなければならない、まあ、今まで以上に地球温暖化対策に取り組んでいかなければならないというような、えー、流れになり,なりましたで。こうした中で、えー、2009年にです、ねまあえー、地球温暖化対策の肝,でなり肝,で肝となるものであります、えー、実行計画の区域施策編の方にですね、に、また翌月には条例、えー、地球温暖化対策推進条例。 また2012年には埼玉県の環境基本計画のほうに適応、地球温暖化対策とは、緩和策だけ,だけではなくって、適応策も含むものだというものを明記しました。こうしたものに基づきまして、いろいろ取り組みが進んでいったわけです。 それではですねこうしたあの規定に基づきまして実際に埼玉県庁の中でどのように適用策を進めてきたかというところについてご紹介しますまず適用策の推進にあたりましては町内の推進体制を整備しましたもともと地球温暖化対策推進委員会というですね全庁横断的な組織があったんですけれどもそのもとにですね 適応策の、えー、適応策に特化した専門部会を設けました。で、環境部としましては、す、え、で、ー、に各課が実施している事業を適応策の視点から整理まず整理をして。 それと、えー、適応策に関する理解の促進を図るために、ですね町内の講演会を開催してと、えー、順番トントンとこう進めていこうと考えていたわけなんですが、ここでですね参加している各課から課題が提起されました。まあ待ったがかかったわけですね。それは何かと申しますと、まず1点目、適応策の理解が不十分であるということ。まだまだだ、えー やはり環境部局以外では適用策というものがどういうものか分かっていない。また2点目としまして、影響予測の不確,不確実性が、えー、大きいということ。これはまた、えー、特にですね、ハード整備を実施するような、まあ、部局の方からですね、意見が出ました。また3つ目として、えー、適用策の主体が、まあ、明確ではないということ、えー。この主体という問題なんですが、えー、緩和策であると、 えー、環境部、部局が中心となってです、ね、でいろいろ対策が行っていくことができるわけなんですが、えー、適用策となりますと、各部局が実施する現行施策の延長ということにあたります。このため、えー、主体は多様な部局に渡っていくわけです。で例として、治水対策を挙げてみます。一言で、治水対策とい、えー、言いましても、えーと、いろいろやることがいっぱいあるわけですね。 でそれとととももにに主体も多岐にわたたるといったような状況があります今でこそこのように、えー、整理できていますけれども、えー、適応策に取り組もうと思った時最初には、えー、何を何からやっていいのかまだ整理されていなくって、えー、どこが何をやるのか主体が明確でなかったというところがありました、えー、こうしたことから関連分野全部でですね一気に適応策をガッと進めていくのはまあ難しい ということがありまして、それではです、ね、まず温暖化対策で先行している、まあえー、実際にお米の被害や、えー、そういったところがまあ発生している農林部局から、えー、順番にです、ね、環,環境部と協力して、えー、検討をまず実施してみようじゃないかということが始まりました。でこちら、そ,えー、その検討の具体的な内容なんですが。 えー、環境部としましては、えーと、影響予測に関するデータですね、そちらの方を、えー、提供しましたで。それに対して農林部局の方では、えー、作物への影響予測であるとか、えー、適応策の検討をです、ね、行うといった形で、えー、いろいろ進めていきました。でこちらがその、えー、検討結果のになります。 えー、それぞれですね短期、中期、長期にわたってそれぞれ予想される影響と、えー、それに対する適用策について整理したものになりました、えーまあ、これをですね、まあ、お手本としまして、えー、他の部局でもどんどん進めて、えー、検討の方を進めていきました、えー、とこうした取り組みを行ってきた中で 平成26年度に埼玉県の地球温暖化対策実行計画の改定が行われましたで。今までの取り組みを反映したような内容になっております。で、その内容についてこれからご説明します。地球埼玉県地球温暖化対策実行計画区域施策編は、ストップ温暖化埼玉ナビゲーション2050といいます。 計画期間は2009年度から2020年度までの 12, 12年間となっておりまして、えーまあ、平成26年がちょうど6年たって見直しという形になりました削減目標は2020年の温室効果ガス排出量を2005年比21%削減しようとするものですで、えー、先ほど申し上げたとおり適用策については、えー まあ、2009年の最初に計画を立ったときにも適用策というのは記載されていたんですが、えー、これまでの取り組みを踏まえて、ですねより詳細な内容が盛り込まれた上で改定されました。えー、何が書いてあるかと言いますと、まあ、えー、適用策の意義や必要性について、ですねまず、えー、規定しています。えー、それは、えー、県民の安全安全心 健康及び財産を守る取り組みとして総合的計画的に取り組むことが必要であるというふうに言っています二番目として本件における温暖化の影響をまとめていますこちら影響の可能性がある現象に対してそれぞれ将来の影響予測を分野ごとにまとめて整理して掲載していますまた三つ目として各影響分野における低 適用策の方向性なんですけれども、えー、既存施策ですとか、えー、温暖化に伴うリスク、えー、今後の主な方向性などを整理して、えー、これも掲載しています。これは、えー、適用策の専門部会で検討した内容を、えーまあ、整理した上でえで、ー、掲載することができた内容であるかと思います。でこうした中で、適用策の進め方としましては、えー、2点挙げています。 まず1点目は施策の総合化、体系化。これはですね、適応策を効率的に進めていくために、すべての分野の政策、計画に温暖化影響の適応策の考え方を導入しようとするものです。まあ、結局、これはメインストリーム化とよく俗に言われていますけれども、そういったところを意図したものになっているかと思います。でまた、2番目としまして、適応策の順応的な推進を挙げています。 将来の気候変動予測は常に不確実性が伴うものです。で、あらかじめ複数の対策メニューを用意して、モニタリング結果に応じて、順応的な、えー、適応策の推進を行っていこうとしております。また、適応策の推進においては、えー、幅広い協力関係が不可欠ですので、えー、県,県庁内部のみならずですね、 国や市町村、また専門家の皆様、えー、他関係各機関と上手に連携しながらをやっていきましょうということを規定しております。で最後になりますが、この平成26年度に実行計画の改定以降、ね、平成27年度以降どのように取り組んできたかというところを少しご紹介させていただきます。 まず1点目なんですけれども、先ほど鎌倉局長のお話にもありましたとおり、環境省さんの方からの支援事業というものをです、ね、平成27年度と今年度、活用させていただいております。県では手の出せないような、まあ、将来予測に関する文献調査などをです、ね、あの行っていただきまして、整理していただいております。 また、平成27年度には、えー、影響評価及び既存施策の点検の実施、今後の方向性の整理ということで、えー、地球温暖化の適用に向けて取り組みの方向性という、まあえー、報告書としてです、ねえー、実行計画に記載した方向性をより具体的にしたものを、えー、設けまして、えー、これを全庁共有しまして、えー取りえー、適用策に取り組んでおります。 最後に今後の進め方なんですが、先ほど実行計画に基づいた、あえー、実行計画のところでご説明したとおりです、ね、施策の総合化、体系化、えー、順応的な推進というところを念頭に置きながら、これからも進めていこうとしております。今回、えー、解説された特にですねこの影響予測のところでは、プラットフォームっていうのが、まあ、あの非常にこうありがたい。えー もののになるのかなるかと思っていますうまく活用しながら、今後も埼玉県の適用策を上手に上手にというか、まあ、適時的確にですね進めていきたいなと考えております。以上で、本県の取り組みの内容についてご説明を終わりにします。ごご清聴ありがとうございました